ダッチチャンネル、ダッチハロー始まりました。はい、ハロプロ大好き芸人わがままボディダッチです。よろしくお願いします。はい、めっちゃカンペ見てるけど、実は後藤真希さんのオーディションに受けたことがある持ち主です。はい、で後藤真希さんがこちらにいまして、で今現役のハロプロリーダーがこちらにいらっしゃいます。モーニング娘。22の福村瑞希さんでーす。はい、ですね、こちらはハロプロ初心者の方、もしくはハロプロを知ってる方により楽しんでいただけるような企画に挑戦していきたいなと思っていまして、で、実はさ、最近さ、あのハロプロ好きですよっていう芸人さんが増えてきてて、でまあそれで嬉しい反面、まあちょっと複雑と言いますかいうのがあってね。それは何でですか？やっぱりほら、自分がちょっと一番って思ってた時代もあったし、はいはい、であとそっちにみんなが行っちゃうんじゃないか、自分を知る前にそっちに行っちゃうんじゃないかっていう不安と、はい、あとなんかこう動画をこう配信するにあたって、はい、何をやっていけばいいんだっていう迷いがあったから、はい、だからなんかありますか？ありますまあそういうのもあるので、ちょっとダッチさんに、はい、そのハロプロのちょっと歴史をなんか語ってもらいたいなって思ってまして。確かに歴史を言う人は今のところ見つけてないから、はい、これを武器にしてやっていこうということですね。そうですね、歴史は得意です。あ、本当ですか？ああ、小学校の時の歴史の授業は大嫌いでしたけど、ハロプロの歴史に関してはおそらく誰にも負けないんじゃないかっていう自信はありますね。あ、すごい、なんかいいです。本当にハロプロ好きですね。そうはい、よー、ダッチチャンネル始まるよ。初回、はい、初回なんで、あの僕の方から年号を喋っていきますので、この始まった年からこの今2022年の間にどっかの年号を言うってことですか？そうですね。怖いですね。あ、じゃあ2005年とか自分が言ってったらいいですか？いや、そうすると、はい、なんかやらせ感が出ちゃうので、はいはいはい、もうこちらからも年号を言うランダムで、はい、怖いね。いけるかな、これ。答えれたらちょっとかっこよくなる。本当にかっこいいと思いますよね。本当によし、よりハロプロ好きの人に自分のことを知ってもらって、はい、で、最終的な目標は、はいはい、まあ、共演したいなっていう気持ちがあるんですけど、はい、自分はやっぱりこの心の底から応援して自分を見届けたい側でもあるので、なので一緒にハロプロを応援してくれる仲間を作りたいと思うので、はいはい、よろしくお願いします。そうですね、がっかりされないようにですね。はい、じゃあまず年号を言います。はい、2002年。2002年ですね。はい、2002年は結構楽曲が多いっすね。じゃあその年の自分が思うおすすめの楽曲と、はい、まあ、その年のエピソードを、まあ、ここまでで話していこうかなと思います。あ、なるほど、はい。2002年、いけますよ。はい、いきますね。2002年、まずおすすめの楽曲は、はい、ちょっとね、迷いました。世代がちょうど自分その時高校2年生だったので、はいはいはい、だからそのいっぱいリリースあったし、どれがいいんだろうと思ってたんですけど、やっぱり自分の人生を変えてくれた一曲でもある「イエーイめっちゃホリデー」は松浦綾さんの、はいはい、あちらが2002年の5月にリリースされてるので、そこが一番のおすすめかなという。なぜ人生を変えたかという前に、2002年のエピソードはまず松浦綾さんがこう当たった年でもあって、はい、2002年の2月に桃色片思いという5枚目のシングル
が出てて、でそれが大ヒットしたんですよね。オリコン初登場第2位っていう記録を取ってて、でそれがティスラのシャンプー のテーマ曲になってて、シャンプー買いましたよ自分ちゃんと。あ、買ったですね。で自分家でも使ったり銭湯を持ってったりとかしてて、であと2002年はですね、藤本美貴さんがデビューした年でもあって、3月の13日にですね、メジャーデビューシングル「会えないなら日曜日」をリリースされたんです。でなんで3月13日まで覚えてるかっていうと、自分の同居でね、上京した日が3月13日だったので、全然年号は違うんですけど、それで覚えちゃってるっていうのもありますね。あと3月13日はちなみに元太陽とシスコムーン T&C ボンバーの稲葉敦子さんの誕生日でもありますね。はい、であとはあれですよ、後藤真希さんが卒業された年でもあり、今でも伝説に語り継がれているゴマットーの Shall We Love っていう楽曲が未だにインパクトが強くて、で、まあ余談にもなるんですけれども、2022年9月23日に後藤真希さんがライブをされるんですね。はいはい。そこで藤本美貴さんがゲストで出るんです。ゴマットーやってくれるのかなっていう期待を添えて、自分は期待してます。はい。期待してます。で、あとはやっぱりハロープロといえばモーニング娘。だと思うので、はい、モーニング娘さんがですね、リリースされた楽曲で好きなのが、2002年の中で好きなのが、まあ、ここにいるぜかなともありつつ、冬のオリンピックのテーマ曲にもなったそうだ We Are Live もいいんじゃないかなっていう、なんか、これ自分の病気なのかわからないんですけど、そうだっていうワードを見たり、そうだって自分で言っちゃったりすると、はい、We are live って言っちゃうんですよね。だから共感してくれる人がいたらどうぞコメント書いてくれたら嬉しいなと思うんですけどね。そうですね。なので2002年はですね、あとねメロン記念日さんもちょっと人気が上がってきた年でもあって、2000年にデビューされて、で2001年の時に、はい、This is 運命、あれでちょっとポンって上がってきたんですよね。で、さあ恋人になろうが2002年に、でしかもバレンタインデーの日にリリースされたんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。それは知らなかったです。なのですごい名曲でもあり素敵な楽曲なので、ぜひ聴いてくださいねっていうのもありつつ、2002年忘れちゃならないのが夏のシャッフルですよ。2002年もあったんですよ、夏のシャッフルが。で、幸せをテーマにしたあれで、ハッピーセブンっていうグループと、あと、後藤真希さんがいたセクシーエイトと、あと、踊るイレブンで、今ここに言えますよ、幸せですかっていう楽曲の、はいはい、ねえ、私を見て、もっとまっすぐに、違う、じゃなくって、あなたの心目で、私を見て、言えるんだよ、自分、すごくない、ちょっと。いや、ちょっと怖かったなので、2002年は、まあ、ごまっとうの後藤真希さん、松浦綾さん、藤本美貴さん、そしてモーニング娘さん、メロン記念日さんと、よりそのハロプロの初期黄金期を輝いてた人たちがすごいパッと出た年でもありましたね。以上です。すごいですね。そうですか。そうですか。誰にも負けたくないから。年号いただけてペラ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 出てきたんで、これ何回使ってほしいんですよね。これそう、なんか誰か見つけてくんないかなって思うんですけど、また今のハロプロはですね、今これ撮ってるのが9月なんですけど、2020年からちょっとコロナ禍の関係上ちょっとリリースがあまりなかったんですよね。1年にグループ1枚出したらいいぐらいなあれだったんですけど、2022年
まあ、まずあのこの4月、5月、6月とあのモーニング娘。22、アンジュルム、ジュースジュース、椿ファクトリー、ビヨーンズとあの日本武道館公演を各グループやりまして、それ私全部コンプリートしましたよ。おい全部行ったんですよ。行ったんですね。全部行きました。稲葉真中さんの卒業コンサートもあったし、森戸北北の卒業コンサートもあったし、ビヨーンズの初めての日本武道館もあったし、あとあのアンジュルムは楽しそうだなっていうプラスシャボン玉が出てきたんですよ、ステージからも。ハロってあんまりそういう演出なかったからすげーと思って見てて、だからあと椿ファクトリーさんの新メンバーが初めてフルで参加したっていう日本武道館でもあったし、すごい思い出が深かったんですね。で、あとあのなんとジュースジュースさんがあのヘルプトっていう3枚目のアルバムがなんとオリコン1位を取りまして、で椿ファクトリーさん の, あのシングルアドレナリンダメっていう楽曲があるんですけど、あのそれもオリコン第1位を取りまして、で、まあ、ビヨーンズさんとモーニング娘。さんのシングルが残念ながら2位ではあったんですけど、それでも2位ってすごいじゃないですか。 すごいですね、はい、でそこから勢いがついたのか、なんとこの9月の28日にビヨーンズさんのセカンドアルバムがリリースされます。であのハロプロとちょっとハロプロ OG になっちゃうんですけど、10月の12日宮本かりんさんのファーストアルバムがリリースされます。そして10月の19日アンジュルムさんの楽曲がシングルがリリースされまして、まだまだ続くんですよ。11月何日だったかな、11月にもですね、はい、あのなんとモーニング娘。22のシングルが出まして、それでなんと加賀楓さんのラストシングル、そしてあの新メンバーの桜井梨央ちゃんのデビューシングルにもなるので、ぜひたくさんの人に買ってもらいたいなっていうのがありますね。で、あと11月の末にですね、お茶の間さんのセカンドシングルがリリースされることも決まってて、で12月です、もう12月ですよ話、ジュースジュースさんの新曲で、しかも新メンバーが2人入っているので、この新メンバーの子たちの初シングルにもなる、シングルがリリースされます。なのでこの9月から10、11、12とリリース祭りなんですよ。でハロプロファンからしたら本当にたまんない残りの、ちょっと久しぶりな感じで、大昔って、はい、リリースがされるとなんか毎週どっかのグループが出してたんですよね。はい、今それがなくなったんですけど、けどこの約9、10、11、12の4ヶ月の間にめっちゃリリースするじゃないですか、はい、でこのコロナ禍の間、あの2020年に関してはビヨーンズさん一番の CD 出してないんですよ。あ、そうなんですね、はい、で2021年にシングルをこう1枚出して、でも1枚だったんですよ。で椿ファクトリーさんも確か1枚とかしか出せてなかったし、で、あのアンジュルムさんに関してはあの今回新曲10月出るって言ったじゃないですか、2020年、2021年と年に1枚しか出してなかったんですよ。へえ、それが今回2枚出るという。 すごいですね。すごいですね。本当にすごい。アンジュルムさんもさっき言いそびれたんですけど、オリコンで1位を今回取ったので、あのなのでちょっと勢いがあるのかなという。すごいですね。すごいですよね。この久々のこのリリース祭り、はい、ちょっとお財布とも相談しなきゃいけないんですけど、すっごい楽しみで、いやそれ本当に大変、はい、やばいですよ。アルバムやらシングルやらがいっぱい出てくるので、はい、家に並べたいと思います。はい、そんな感じでこのハロプロトークいかがだったでしょうか。こんな感じでダチハロはですね続いていくんですけれども、ゲストとかもね呼びたいなとも考えているので、続けれるように頑張りたいと思いますので、今回手伝ってくださったプレちゃんにもまた今後手伝ってもらいたいなと思います。いいですか。あ、はい、よろしくお願いします。強制的でしたね。強制ではまた見てください。バイバーイ。ダジース。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。
SNS のフォローもよろしくね。ダッチーズ。